カトリック聖カタリナ教会カトリック聖カタリナ教会ロシアのサンクトペテルブルク市で一番繁華なネフスキー大通りにあるローマカトリック教会であるカトリック聖カタリナ教会はロシアのサンクトペテルブルク市にあるローマカトリック教会である市内で一番繁華なネフスキー大通りにあるモスクワ大主教区に属している1705年に ピョートル大帝はその宗教緩和政策に基づいて、ローマカトリック教会の選挙を許可し、1710年にカトリック教会ができた。1738年、アンナ女帝の時代に、現在の教会堂の建設がドメニコ・トレッツィーニの設計で開始され、途中中断したが、その後ジャン・バプティスト・バランド・ラ・モートの設計で再開されて、1783年に完成した。 当時は、エカチェリーナ2世の時代であったので、聖カタリナの名称をつけた。ソビエト時代には、教会は、迫害を受け、閉鎖され、この教会堂は、倉庫として使われた。さらに1947年には、火事で内部が焼け落ちた。1992年に、教会堂を、ローマカトリック教会へ返還する決定がなされ、すぐ教会堂の修復が開始され、2000年には、 再建動式が行われ、2003年には完全に復旧した。現在は通常ロシア語でミサが行われている。また土日には英語、ドイツ語、スペイン語などでのミサも行われている。大変音響がいい教会で、聖書朗読、説教は周囲の壁からの音響とともに聞こえる。ネフスキーお通り城のこの付近にはガール。また、 ルーテル教会に向かって左右の通りにはそれぞれがあり、校舎では英語、韓国語などの日曜礼拝も行われている。ありがとうございます。